日本野球機構 NPB は22日7月に開催されるマイナビオールスターゲーム2024ファン投票の2度目となる中間発表を行った写真帽子の上にヘルメットを被る坂本勇人前日21日の第1回から先発投手部門で再起阪神山崎日本ハム中継ぎ部門での岩崎阪神河野 日本ハム、ラ得票数1位の選手に順位の変動はなかった。そうした中で大きく水をあけられる形となっているのが巨人、坂本隼人内野手、35、だ。坂本といえば球界を代表する遊撃士として長らく名を馳せ、守備の名手を称える、ゴールデングラブ賞を5度受賞し、ベストナインにも7度輝いた。さらに、 守備の負担が大きい遊撃手でありながら2020年に二二打者としては史上最年少となる31歳10ヶ月で2000安打も達成攻守にわたる活躍は WBC などの国際大会でも発揮され当然のことながらオールスターにも12度出場した常連だしかし今年は情勢が異なるようだ肉体的な負担を考慮され原政権下の昨期終盤からついに三塁へコンバート 今期から指揮を取る安倍監督のもとでは本格的に三塁手として起用され、21日まで41試合に出場して打率2割4分7輪、3本塁打、13打点、2失策の成績だ。前日の中間発表で2位の9220票から17597票まで倍近く票数を伸ばしたものの、 そこに立ちはだかっているのがヤクルト村上宗隆内野手24だ前日の段階で坂本に約1万5000票差となる2万4154票を集めてトップに立っていたがこの日はさらに票を伸ばして4万5243票その差は3万票近くまで広がっている今期の村上は出場した41試合で打率2割5分7厘 リーグ1位となる10本塁打を記録し、20打点に4失策となっている。絶大な人気と実力を兼ね備えながら2022年は船長関節炎、23年は右太もも裏の肉離れで2年連続で救援出場を辞退した坂本。ファン投票の結果は7月2日に発表されるが、コンバートされた三塁でツバメの大砲が巨大な壁として立ちはだかっている。